あれですね、もう2年ぐらい手話部の練習メニューって僕作ってたんですけど、うん、ここ最近は僕ワールドカップで忙しくなったのあったりとか、うん、あと対外的な交渉ごと、うん、そのスポンサーさんだったりとか新しい選手の獲得だったりとか、まあ細々としたやつあるじゃないですか、うん、っていうのに僕が行かなきゃいけないことが結構多くて、うん、ってなった時に僕が来れない時に練習メニューの質を落とさないように、うん、GM でコーチもやってもらってる笠原君に練習メニュー作ってもらってみたいな、でそこを僕が修正するみたいな感じで、お願いします。はい、来ましたよ。その笠原君ですね。よろしくお願いします。はい、今日も練習メニュー、まあ、笠原君から、まあ、さっき LINE もらってて、例えばここにあるなんかこうシュワーボコーチングスタッフみたいな、こういう図でこういうのやりますみたいなのが送られてきて、でこれでその時のチームの課題とかは一緒に共有してるんですよ。今回練習参加する人だったら、あ、アタッカー陣が多いなとか、うん、ディフェンス陣が多いなとかで、でそこから笠原君作ったメニューで、当然この図だけじゃ分かんないんで、まあ、この先からこれ何やるとか、これどういう練習とか、あと笠原君から気になってること相談受けてって感じで練習前にすり合わせるって感じですね。今日の練習とかだと、まあ、ロングボール結構使った練習メニューなんですけど、まあ、ロングボールの精度とか、あと裏抜けの呼び込むタイミングの、まあ、ボール呼べるかとか、足元に欲しいのか裏に欲しいのかをちゃんとアピールできるかみたいな、まあ、ほぼほぼそういう練習が多いんですけど、まあ、そこのところを鍛えることが、まあ、シュワーブが強くなることなんで、まあ、必要な要素を、まあ、練習でやっていくみたいな。またあれなんですよ、例えば公式戦が続いてる時期とか直前の時期だと、その対戦相手の分析の情報がある場合、相手の映像を見たり、あと、まあ、狭い東京のねサッカー界隈なんで事前に練習試合してたりとかあるんですよね。なんでその時の映像を見返して、その時練習試合の時って基本相手の情報ない状態で練習試合するじゃないですか。でその時の練習試合の情報がベースになって対策を立てれたりするんで、その対策から逆算した練習するのが公式戦前では多いですね。でもこういうオフシーズンとかになると選手のベースの能力を上げたいんで、ロングキックできると当然相手そこを警戒してショートパスも行けるようになるんで、なんで今日に関してはその蹴る側はロングキックの技術の向上で、それを収める側だったりとか、それを呼び込んで裏抜けする側っていうのは、そこの収めたところからのフィニッシュワークとかの向上っていう感じで、まあ、その時期と、試合が近いかとか、金曜だと土日に試合があったりとかするんで、ちょっと強度を落としつつ技術で、水曜だとも徹底的に追い込むとか、状況に合わせてテーマ設定をしてますね。ちゃんと足元に欲しい、裏に欲しいで、守備はポンプって言って、そのどっちかに追い込むみたいな、守備をちゃんと守備のアイディア言えるかみたいな、どういう風にそこ取りどころで言えるよって、いけるよいけるよ、ハマったハマったって言えるかどうかを見てたりとか、やっぱ声出る、要求できるみたいなところを、まあ、見てますかね、うん、多分2人の共通点は魂のところなんですよ。やっぱそれがないと伸びないんで、いい選手で声出さない選手とか要求できない選手っていうのは少ないっていうのがあって、ってなると、まあ、要求できる選手になってほしい。でそれは精神面的なこともありますし、まあ自信のある選手だったらやっぱり自分が勝たせるってことができるんで、その状況で黙ってるってあんまないと思うんですよ、なんで自信があるからこそ要求できるから、まあ、しっかり練習に関しても僕らサポートして、まあ、声を出せるだけの選手にしたいですし、で選手は選手でその能力を持ってるんだから遠慮しないような、チーム勝たせるために伝えることを伝えるっていうメンタリティの選手になれば、まあ、サッカー選手としても一人間としても強くなってくれると思うんで、まあ、そういう人たちと一緒に高め合いたいなと思ってやってますね。今日体験入団の方じゃあ2人、はい、で松岡さんから紹介で普段なんて呼ばれてるかって、はい、立つだけ、はい、はい、社会人の今年28歳の松岡翔です。普段は翔って呼ばれてます。はい、よろしくお願いします。翔、よろしくお願いします。22歳で末広凛太郎と申します。普段凛って呼ばれてて、凛太郎でいいから、凛太郎でお願いします。よろしくお願いします。人数少ない日なんですね。そうなんですよ。基本、今週末とかは17、8人来るんですけど、今日は全部で11人ぐらいから体調不良と、怪我で 2、3人一気に休んでました。あれなんですよね、ちょっと、まあ、かわいそうな話なんで避けたかったんですけど、まあもう J リーグ目指すって決めたじゃないですか。なんで、ちょっとついてこれないというか、その今後3部2部1部って上がる上でちょっとやれない選手はもう戦力外にしたんですよね。なんでまあ本当だったら人数の多さで回すんだったら残してあげたい子たちだったんですけど、練習のレベルも上がっていくんで、その中で、同じ、目線揃えてやれるって子たちだけにしてっていうので今こうなってますね。
競技家のところからもう今度プロ化っていうところ行くんで、ってなってくるとやっぱそこの上のカテゴリー目指した子とやる場合にどうしてもついてくるの厳しいことが出てきて、で、まあ、本人自体も気づいて辞めたパターンと、まあ、僕らからちょっと来期からもう厳しいわっていうふうに言わなきゃいけないパターンありましたね。なんで今度のセレクションとかも、まあ、できるだけ来てほしいですし、セレクション自体の人数は気にしてるんですけど、実際に今全部で22人ぐらいかな、まあ、そうなんですけど、まああれなんですよ、土日僕ら試合やるんで34人とかいて、で半分ぐらいが来てずっと回るみたいな。で公式戦だと全部の30の中からベンチ入り18争うって感じなんですよね。なんで今のメンツ22人のところにプラス10人から13人みたいなっていう感じで、ニュートラルステップしっかりね、最後止まるところそうそうそう、ボール持った人が切り返してる、こっち切り返される、そうクロステップで戻って最後ダッシュ、はいゴー、はい左切り返せない、はいゴー、反対側の人が手上げるか上げないかで、そのそこウェイティングポイント、ボランチとセンターバック、でそれで横を連れて首振って反対見て、手上げてなかったらスライドで反対見て、手上げてたら今度ターンして、このターンしてパスっていうのを2回やったら、そのボールある方の人とワンツーして間入れ替わる。これやれば分かる。はい。はい。もう上げてなかったらワンタッチ。はい。視野捉えられない時間あるから、どうしたらこういう風にバックステップで現れるように意識して、で現れる時もメリハリつけて現れる時、ディフェンスの気持ちになってゆっくり現れるのとヒュッて現れるの絶対そっちの方が嫌じゃん。状況だったりとか、コミュニケーションによってしか生まれないじゃん。だからこの練習やる。フリーマンレシーバー、結局カオスな状況で、例えば4対4とか5対5とかの状況ってただ個人で剥がすだけになるじゃないですか。でうちのサッカーって、まあ、キーパーのところ絶対数的優位で生きるんで、フィールド側だとそこから崩すっていうところがあって、なんでそれでまずフリーでボール持てる人が的確なところにボール出せる。でも今回の場合出し先のところは絶対開くわけじゃないですよ、フリーマン同士がなしなんで。ってなると守備側はどこを捨ててどこを切ればいいかっていうのを声出す練習になってて、攻撃側はそれをやられた上でじゃあ誰がどこで受けて
つなげばいいかっていう練習なんで、まあ、攻撃と守備の練習を連続性ある中でやらせるみたいなのが、まあ、今後のテーマです。さあどっち作る、誰作る、誰作る、ずっと排気量で休んでた選手で声出せるあのマイケルちゃんっていう選手がいるんですけど、あの子なんかが、まあ、あのこっち側で声出してくれてるんで、そこがすごくいいですね。誰から誰、どうどうどうっていうあのアイデアっていうのを選手たちが持てるようになるといいんですよ。僕はああいう技術的なところは選手たちに劣るんで、なんでまあ共同作業なんですよね、選手と僕。ナイス、キュー、ブギブギブギ、ライライライ、ポイント立て、ポイント、はい、コンビネーション使おう、はい、ラッシュ。これさ、今みたいに言うじゃん、このアイディアってやっぱ、はい、平場でのボケみたいなもんだからだから平場でのボケでそこでそうボケれんだろうと一緒だから、はい、俺1個しか言ってないじゃん、うん、本当はもっとあるんだけど、はい、もう今ので精一杯なんよね、はいはいはい、そう。でこれを長い年月かけたら育てられるかもしれないけど、やっぱりね、あそこで俺言わなくても来て立て入れれるみたいなっていう選手、まあ賞が入ってくれたら俺は育てるんだけど、そうじゃない選手が、あ、自分でそれをできる選手がやっぱりね、生き残れる選手。人を引っ張って行動 と、発信力で人引っ張る力みたいな、俺に出すよとか、こうでこうでこうじゃんみたいな、うん、っていうのを現状僕が思ってるレベルでできてるのってレンだけなんですよ、うん、でそれって自然と出てくる自信がないのか、あとはシンプルにそれも含めて技術みたいな、例えばこの間選手たちに言ったんですけど、あの前線の選手に逆サイドからの対角の裏抜けのボールに対しては呼べる、それはもう僕パターンとして用意してるんで、相手見ながら最初に取るポジションは俺言ってるけど、そっからのボールの受け方っていうのは裏と見せかけて手前、手前と見せかけて裏はサイドの選手と入れ替わってポジションチェンジしてみたいなとか全部 OK してる。でもその発想がどうやらなさそうなんですよね、確かにみたいな言われてみたいで、それがまあ僕はその選手にそのアイデアを教えて練習の中でも今こうできたからこの状況になったらこれ使った方がいいとか言うんですけど、結局これも質っていう話になるんですよ。なんで今いる選手たちがその本人たち自身が自分の質に自信がなかったり、そのアイデアがないからこそギラつきがないっていう、先日はもう原則は植え付けてるんで、で今後も来た選手にはそれやるんで、原則の上で何するか、今回のスペイン代表が上いけなかったらそれだと思うんですよ。回し方はあるけど最後の崩し方のところで最初のコスタリカ戦以外はアイデアがなかったっていう、でスペインでもそうなっちゃうんで、いくら上手くても、あとそこでその1本のパスを俺に、このゴールマン走り込む俺に出せよっていうとか、その1回の守備のところちゃんと俺がディレイして待ってんだから1個戻ってきてちゃんと抑え込もうぜみたいな、そういう魂のあるチームにしたいんですけど、人によってはその固定してる選手も結構いたりとかするんですけど、やっぱり社会人サッカーで今だと20ちょいぐらいかな、まあ、そこから全員来れるわけじゃないですから、あ、今日右ウィングいないからフォワードの一人をとかいうパターンはありますね。基本的にはあのその選手自体の慣れとかもあるんで、できるだけ同じことのところに固定してあげつつ他のポジションを一個二個やってもらうみたいになってますね。やっぱりでかくないとセンターバックダメみたいなのありますけど、普通にでかい選手あのいますけど、やっぱりレーンの方がちゃんとできますし、逆にウィンガーでやってた選手もウィンガーでボール持ったところの突破よりも真ん中で裏抜けでやった方が相手に怖さ与えられてるなとか、ずっとサイドバックやってた選手だけど、あのいろんなところに顔出しながらボール絡んでって前線飛び出す方が良くなった選手もいますし、結構なんかそのやってたポジションっていうよりその選手の特性見て、うちのサッカーだとどこに置いた方が生きるとか、今日のメンツだとこことここでこういう連携生まれるからこっちだなとか、そういうのは考えますね。やっぱり怪我だったりとかコンディションで、まあ、序列変わったりとか、あとはもうここのスペシャリストでここは動かせないっていう選手が、まあ、センターラインにいたらありがたいですね。うちの場合はボランチ結構失いやすいというか、あの預ければ君臨してくれるみたいな人いるじゃないですか、っていうタイプは別にいないんで、とかあいつにとりあえずボールやっとけば点取ってくれるみたいな選手もいないんで、そういう選手に今いる選手たちがなってくれたらいいなって思いつつ、
まあそういう選手がいたら、うん、なんか、まあ、僕がもっと無能にもなれるかなって思いますけど。でもやっぱり一番はあれじゃないですかね、選手は楽しそうとかなんじゃないですかね。やっぱちゃんとした環境でやって、でやるサッカーもその見てて楽しい、やってて楽しい、でなおか記憶と記録に残るようなサッカーしたいんで、ってなるとやっぱ人工芝でちゃんと選手たちにやらせてあげたいっていうところが大きいですね。運営が頑張ってくれてるから全部人工芝いけてるんですけど、やっぱ土のグラウンドの時はやっぱ参加者も少なかったりとかするんですよね、練習の。まあ、どのくらい残酷に選手が選んでるか分かんないですけど、やっぱ選手たちに来てほしいんで、いい選手には。ってなった時に上目指しますって言って環境整えてないよりも、ちゃんと全部人工芝でトレーナーもついてみたいな、でスポンサーさんもついてこういう待遇があってみたいな、で来季からユニフォームもこっちで全部用意しようと思ってますし、普通にやってたらなんかあれらしいんですよ、こうマーケティングの結果なんですけど、結構悲しい話なんですけど、レオザフットボールのところでやるっていうのが、え、元プロでもないのにとか、あいつなんか学生時代やってないだろみたいな、そういう目で見る人はやっぱ多いらしいんですよね。やっぱサッカーが肩書き主義みたいな、そういうプロの人とかがこう僕に聞きたいって言ってくれてるところもある反面、そうじゃない人はやんなやつのところでやるんかいみたいな、わらみたいな、でバカンされる傾向もあるらしくて、で登録者は普通のサッカーの YouTuber の中では多い方なのかもしれないですけど、やっぱ僕がやるって言った時に僕のチームに入るみたいなのがもしかしたらマイナスの要素あったりとかすんのかなみたいな、だその本気さとか、普通にオンラインサロンの1個のやつやってるとか J リーグ本気で目指してるっていうのが見えてなかったり、ネガティブな要素でシュアボっていうのを捉えられてたりしたら、そのイメージも変えたかったんですよ。もう言っちゃえばレオザフットボールがやってるチームじゃなくて、あ、シュアボっていいチームだし、そこの監督ってレオザフットボールだよねっていう、このこっちをメインにしたいんですよ。本気で J1 目指すチームだったら、じゃあここでやろうかなとか、ここでやりながら、もっと上のとこからオファー来たら、まあ、レオさんも生かしてくれるって言ってるしみたいな、っていうのでやってもらってみたいな。今まで刺激されてなかったサッカー脳の部位を押せるのは僕だと思ってますね。それは一つ提供できるところだと思いますね。結局 J リーグなんなら J1 まで行かないと人にプレー見られるってないと思う。J2、J3 でもやっぱ地元の人たちとか、でその地元でもどのくらいそのチームがクラブが密着できてるかとかで言うと、当然、まあ、僕がめっちゃレベル高い選手だとしたら J リーグまではオファー来ないみたいな、ってなると、まあ、関東リーグとか JFL とか、まあ、都リーグの上の方とか当然そっち選ぶと思うんですよ。そっちの方がレベル高いしみたいな。でもそうなった時に、じゃあ今4部だけどいい選手たちが集まってきてて、今自分が何やってどういう風に人生を歩んでるかとか、そこが人に伝わる、それが多くの人に伝わるっていう風になったら、僕はそこに行きたいって思えるんですよね。しっかりサッカーやって、そこになおかつ自分の活動を伝えられて、で、まあ、ずっとサッカー選手っていうのはやっぱり人間体力的に厳しいですから、やってきたことが、まあ、SNS のフォロワーになったりとか自分の地方になったりとかすると、その後のビジネスにもつなげられるじゃないですか。でレオザフットボールの元でこういうふうにドキュメント出てて、こういうふうにやってたんですって汗流してる姿とか見せられると、人としての信用も増すと思いますし、そういうところでシュアボを現状は4部のクラブだけど未来あって、なおかつ自分っていう存在がそこにきちんといたっていう証明できるクラブにすることが、選手がうちを選んでくれる理由だと思ったんで大きい。なんでこれを始めたいなと思いました。であとはもう見られてる中でプレーするっていうのは結構違くて、サッカー選手ってサッカーだけ上手ければいいわけじゃないじゃないですか。人に支えられて、その上で人を支える活動をするっていうのは、振る舞いを常に考えるっていうことになるんで、僕でやってきたいい選手で人として立派じゃない人本当にいないんですよ。なんでそう考えると、今いる選手たちの、まあ、成長のためにやるなんてそんな歯が浮くようなことは言えないですけど、結果そういうふうにはなると思いますね。バランス取りながらちょうどいいところでこう1列上がって攻撃に厚みつけるみたいな。ポーランド行っちゃう選手がいるんですけど、ね、いや本当にいい選手だったなというか、ポーランド人にこの良さ分かるかなみたいな